いただいた報告書の報告の中でですね、私どもに関係する部門については報告書の途中段階だと思うんですけれども、政府としてのコメントということで出させていただいております。でそれに基づき、それらを中心にですね、話しさせていただきますけれども、まずですね、今回の事故を受けての住民の健康管理についてですね、お手元ちょっと日本語で恐縮でございますけど、県民健康管理調査の、福島県民健康管理調査の概要がございますので、簡単にご説明させていただきます。県民健康管理調査、大きく被爆線量を把握する基本調査と健康状態を把握する詳細調査となっております。で、その詳細調査の方を中心にご説明しますけれども、大きくですね、4つの調査がございまして、甲状腺の超音波検査、あと健康審査、一般の健康審査、また心の健康度調査、妊産婦に関する調査という4つの健康調査からなっております。対象範囲は福島県内の特定の要件を満たす方ということになってございます。こういった調査を実施しているところでございます。先ほどグローバー先生がご指摘されておりましたけど、必ずしも甲状腺の超音波検査に限った調査ということでないことはご理解いただければというふうに思います。ただその放射線との影響を、直接の放射線との影響を見るものというものではないものも幅広く含まれております。そういったものをやっているということをご理解いただければというふうに思います。子ども被災者支援法に基づく基本方針というのが策定されたのはご存じの方多いと思いますけど、その中で特に放射線による健康への影響調査、医療の提供等に関するところについては私ども環境省が担当してございますけれども、住民の健康になりますけれども、作業者のことはちょっと私どもではないんですけれども担当しておりまして、こういうような基本方針ということを示させていただいております。特に下の方にですね、書いてアンダーライン引かせていただきますと、先ほど紹介がありましたけれども、事故後のですね、住民の健康管理の現状や課題を把握するために新たに有識者会議を開催して、今後の支援の在り方等を検討するということで、昨年の11月からですね、立ち上げて検討しているところでございます。であと100ミリシーベルトのことについてですね、先ほど山本議員からお話がありましたけど、若干正確なところがありましたので、ご説明させていただきますと、放射線の健康影響が明らかとなっているレベルというのは100から、低線量という100とか200ミリシーベルトというのが一つの指標で目安で、それ以下については健康影響があるかないかも含めて、明らかではないところがあるというところかというふうに思っております。あったとしても他の他の発がん要因等に隠れてしまうぐらい小さいものというふうに認識しております。でグローバー先生が先ほどスライドで示されておりました、口頭で言われたのか、広島長崎の調査についても100ミリ200ミリシーベルト以下の線量については明らかな影響というのは認められていないというのを理解というふうに私どもは認識しております。でその上で直線的な比例関係にあるというものいうか、放射線防護上の仮定 LNT モデルというのがございますけれども、これは ICRP が提唱しているもので、多くの場合そういった ICRP の概念に基づいて、放射線防護が行われているというふうに理解しております。でまたちょっとせっかくの機会なんで、私どももグローバー先生の報告書で紙だけでは分からないところがあったのでお伺いしたいと思ってるんですけれども、管理区域の境界の線量の 1.3 ミリシーベルト、3ヶ月での線量というのを根拠にされている理由っていうのがはっきり分からなくてですね、私どもそれについてもやはり ICRP の勧告に基づいて出されているというふうに理解しておりますけれども、勧告に基づいてそういった誘導的な数字が設定されているというふうに理解しておりますけれども、 ICRP のいろいろな勧告の中で、現存被爆状況における参照レベルの1から20ミリシーベルトでなくって、その基準を例として引用されている理由についてよく分からなかったのと、1ミリシーベルトについても
計画被爆状況における一般公衆の線量限度の1ミリを根拠にしているような気がするんですけども、これもあの ICRP の勧告に基づいているのではないかと思うんですけど、1ミリシーベルトの根拠というのがどういう根拠に基づいているのか分からなかったものですから、そこについてまずご説明いただければありがたいというふうに思っております。以上でございます。広島長崎 の、 あの被爆者 の、 あの障害追跡調査ですか、それ の、 あの結果をもとにして100ミリシーベルト以下はあのリスクがないというふうにおっしゃってましたけど、あのその論文をちゃんと読まれたんでしょうか。その論文には明らかにあの、リスクがゼロの時は、あゼロっていうのは線量がゼロの時以外ないというふうに書いてありますし、線量あたり の、 あのリスクというのは20ミリシーベルト以下の方が全体の線量域、あの調べた線量域よりも高いということははっきり書いてあります。そういうことを踏まえておっしゃっていらっしゃるんでしょうか。ご質問ありがとうございます。私たちあのちょっとですね、あの今先生がご指摘いただいた論文についてはあの把握しておりませんので、後で申し訳ございませんけど論文についてはあのご紹介いただければというふうに思います。で、私たちはあの広島長崎の原爆の調査をしている放映研の先生から直接お話を伺ってそういうふうに認識しています。その論文ということなので、ちょっとその論文はあの今日お答えできませんけれども、その見させていただければというふうに思っております。あ、黒田さんが持ってる今見せてくれということでなくて、今日お答えこちらは私もできませんけれども、あの勉強させていただきたいというふうに思います。あ、じゃあ今まだそれを勉強してない段階で、あのこの政府のグローバル勧告に関する回答されたっていう、そういうことでよろしいんでしょうかね。じゃないの、あのそのご指摘いただいた論文がどういうものかということについては認識してないので、その論文をあの教えていただければというふうに思っております。で、広島長崎の 原爆調査とかそういうものについて話も全部の 論文を事細かに見ているわけではありませんけれども、あのそういったあのデータなどを 見ながらあの勉強させてはいただいております。分かりました。ちょっとあの質問があります。すみません、あの桐生さん、あの でしたらば、その100ミリシーベルトというのはどこから出てきた数字なのか教えていただけますか。広島長崎の原爆のデータについては、あの100ミリシーベルトもしくは200ミリシーベルト以上以下ではあの明らかに有意な差があのがん発生に有意な差が見られないということについては、あの防衛庁の方から伺って放映権ですねの方からあのお話を伺って、今の100ミリっていうのはあのグローバー先生がちょっとあの広島長崎のデータがそうなっているということを言われたので、それについてあのコメントででございます。今桐生さんがですねご説明した中で、福島県民健康管理調査の中で、別にその甲状腺検査だけに限っているわけではなく、その他にも、詳しい検診をやっているという趣旨の、ご説明がありました。ちょっとこれはあの事実関係として、よりこう詳しく補足させていただきますが、今その、詳しい検診、血液検査なども含めた詳しい検診が行われているのは、避難区域からの避難者に対する検診であって、福島県全域の、子どもたちに対する、検診としては、通常の検診を推奨するというふうになことが行われています。で、私どもがその福島県県民健康管理調査の、国会情報などを、見てみますと、その避難区域の住民の方々も希望者に限られているために、受診率というのは2分の1程度というふうに理解をしております。それはあの、もし間違っていたら、訂正してください。で、それがコメントです。で、それから質問なんですが、このグローバー勧告の非常な重要な部分でですね、つまり県民健康管理調査が今福島県内で限られている状況は問題であるとしまして、勧告の77の B というところで、
1ミリシーベルト以上の放射線量の、住民に対して健康管理調査が実施されること、でそして同じく77の E において、子どもの検診を甲状腺検査に限定せず、尿や血液の検査も含む全ての健康への影響の可能性を検査するように拡大することということが書いてあります。で政府 の, そ, の、それに対する対応について、前者の1ミリシーベルト以上については実施済みというふうに書かれていますが、これは何を指しているのか教えてください。で、E については、一部事実誤認を含むがすでに実施済みということが書かれています。で、これについてはちょっとこれを読んでもですね、ちょっと私の国語力では理解できなかったので、ちょっとはなぜこれがその事実誤認で、さらに実施済みなのかということを教えていただきたいと思います。ですいません、ちょっと3番目の質問なんですが、この今環境省で実施されている有識者会議についてです。でこれについてはですね、多くの市民団体がこの有識者会議を専門家だけで構成することはなく、被災当事者および人権の観点から専門性を持っている弁護士の方も含めてほしいというふうに要請いたしました。で、これについて環境省は、この要請を無視されてしまったわけなんですが、私どもとしては、専門家による議論というのはもう長いこと停戦による被爆の間では議論が行われているのに決着がついていない。グローバー勧告や ICRP の勧告に従っても被災当事者の参加っていうのが非常に重要であると考えているため、なぜこれが実現できていないのかということについて、その理由を。甲状腺の超音波以外の対象でございますけど、これは今質問者のご指摘がありましたように、健康管理調査の中で検診をやっている中で健康審査の中で特に子どもの血液検査をやっている対象者は避難区域に自己自身避難区域だった方が対象にしております。それ以外の方については一般の健康診断のデータを集めるということなので福島県の全域のお子さんが対象というわけではございません。でこれについてはですね、事故当初ですね、どのくらいの被爆状況かわからなかったということで、対象範囲を避難区域の対象者、プラスその他必要な方、ちょっと正確な表現は忘れましたけれども、今、あれですけれども、対象の必要な方ということを対象に設定してやっておりました。で、そしてその他の対象の方についてはですね、被爆調査の現状等が分かってきて、県民健康管理調査の検討委員会の中で特段追加でやる対象ということは必要ないだろうというような検討がされたというふうに承知しております。あと、それとその次のですね、ご指摘いただいた中で勧告でいただいた77ですかね、77の、まず B ですかね、1ミリシーベルトの放射線量のところの健康調査については、これはまずグローバー先生にですね、1ミリシーベルトの根拠を先ほど私が質問させていただきましたので、その根拠についてお答えをいただいてから回答させていただきたいというふうに思います。で、2点目の E の、血液検査でございますけれども、これもちょっと血液検査と書いてあるのを、ちょっとこれもグローバー先生に確認させていただきたいんですけれども、血液検査といった場合には大きく2つ意味があると思っていまして、血液を取って調べる検査という意味の、一般的な意味の血液検査という意味と、あと、よく医学的には血液性化学検査というふうに分けて考えていますけれども、赤血球数、白血球数とかですね、血小板数、そういった血液 の血球数とかを調べる検査を狭い意味で医学的に血液検査と言いますけど、それをどちらを指しているのかちょっとまず教えていただきたいというふうに思います。There was a major dispute between me and the government on this basic issue that just above zero millisievert is there any risk of cancer. So the study done by OSAZA, I've got the paper here,
shows very clearly that if you analyze the data for more than 50 years from the Hiroshima bomb survivors, then there is a linear relationship. As the radiation dose increases, cancers increase, but they show up after 50, 60, 70 years, much, much later. It's a scientifically validated study. We cannot go on some scientific person saying something. We have to go as human rights expert on studies which are validated. So what those studies show is that you cannot rule out cancer if the radiation dose is just above 0 millisievert. If that is the... まず桐生さん説明などありがとうございました。1ミリシーベルト以上という点についてまずお答えしたいと思うんですけれども、これはまさに先ほど崎山先生が紹介する調査に基づいたものであります。でこれについて本日もその調査そのものもデータとして持っていますので、もしよかったら後でお渡しすることもできるんですけれども、この中でこの点に関して非常に私そしてその日本政府の当時の調査の時にも非常に大きな議論をしていた点でもありました。かなり違った立場のとして の議論だったんですけれども、この中でその長田さんによる調査なんですけれども、この調査は広島と長崎の被爆者の50年間にわたる、長期的な調査なんですけれども、この中でその被爆占領そしてそのがんの発生率の直線的な関係が科学的に実証されているというような調査の結果になっております。ただしこれはすぐに出た結果ではなくて、50年60年そして70年後に出たというようながんの発生というものがこの調査でありました。これは2012年の調査になっております。これは科学的に検証され実証されている調査であります。でこういったものを決定するときにはある専門家の意見ですとか見解ではなくて、こういったような調査に基づいて、いろいろと進めていくことが一番重要というふうに考えております。So, given that Chernobyl is limited data, and given that Osaza and other studies show that anything above 0 millisievert is likely to cause cancer in the long run, you cannot have a 20 millisievert as a safe dose. You have to err on the side of caution, and therefore I recommended 1 millisievert, which is the norm that is used anyway. I think I'm very happy that the government has responded very positively, and they are looking at the recommendations. So I hope that scientific studies which clearly indicate that you cannot rule out cancer must be followed. As far as the blood test is concerned, if you see... チェルノビリのデータに関して先ほどもお話の中で少し申し上げたんですけれども、かなり限定されたデータではあります。ですのでこのような広島と長崎の調査を見ますと、そのゼロ以上の占領においてその長期的ながんの発生率が可能であるということが科学的に示されているということですので、こういうようなことを考えると20ミリシーベルというのは決して安全な占領というふうには考えることは私の見解としてはできません。でこういったものを考えるときにはその、慎重になりすぎるぐらい慎重に考えるべきというふうに考えております。そういったような、ことを根拠にして1ミリシーベルト以上というような数字を韓国の中で使っております。もう一つはこの1ミリシーベルトというのはかなり一般的にも認められている国際的なノームでもあるというふうに認識しております。で本日こういったような形で政府とまた対話の場を作られたことに非常に嬉しく思っておりまして、私の勧告を出したときにかなり政府の方から詳しい回答をいただいていると同じように、ぜひこれからも継続的にこの勧告の内容についても政府の方でぜひ検討していただき、これからもしていきたいと思います。でこのようなことを、先ほども紹介させていただいた調査などを見てみますと、このがんの発生率の危険性を否定できないということをまず前提として考えることが重要というふうに考えております。 Yeah. Also, in Ukraine, the dosage was 1 millisievert,
the government of Japan's own laws require the dose to be 1.3 millisievert. So the ICRP's recommendation of 20 is very much at odds with scientific data. I don't agree with the ICRP. The government is free to choose it, and they've chosen it. But I think it's important that the government of Japan, which is, you know, which has actually taken the report very seriously, and I want to thank you for that. They have an opportunity to set gold standards for the whole of the world. And I think that opportunity should be taken. And I'm sure with the response that we got earlier, you'll be able to do that with meetings like this, which you can convene. As far as the blood tests are concerned, I'll answer. そしてウクライナの場合でもその1ミリシーベルというものも基準として挙げられているというようなことも本当の中でも書いております。そしてもう一つなんですけれども、日本政府の実際の国内の法律の中でもその 1.2 というような数字が使われていたということも調査によって政府からも教えていただきましたので、それについても1ミリシーベルというようなことがこの勧告の中で出していると思います。でもその ICRP の方の20ミリシーベルという基準はあるんですけれども、私の見解としてこの20という数字は科学的なデータに反している間違っているというふうに私は個人的には認識しております、理解しております。もちろん日本政府はそれと違う立場を取って20ミリシーベルという基準を取るということは日本政府が決めることではあるんですけれども、この中でもちろん私の勧告も非常に丁寧にお答えしていただいた日本政府に対して、ぜひこのようなことを慎重に考えていただきたいというふうに考えております。でこの機会を使ってですね、これから の国際的なスタンダードも日本がこのケースにおいて作れるという可能性もあると思いますので、ぜひそのリーダーシップを取っていただきたいと思います。そしてこれからの機会ですね、このような対話の場、そして市民の皆さんとの対話の場もぜひこれからも継続的に行っていただきたいというふうに考えております。先ほど水田さんからの質問に対して桐生参事官から回答いただいてない部分がありますので補充して伺いたいんですが、1点目がですね、今前に映されてますけれど、本日我々パネリストには配られて会場の皆さんには配られていないというグローバー健康の権利特別報告者訪日報告書というものの3ページなんですが、ここに77の B が引用されています。つまりこの括弧内がグローバー報告の引用ですね。1ミリシーベルト以上の放射線量の避難区域の住民に対して健康管理調査が提供されるべきであること、これがグローバー勧告の内容であるというふうに示された上で、下に実施済みと書いてある。で、本当に実施したんですかということが、水田さんからのご質問で、で、それに対して明確な回答がなかったと思うので、この点について書いていただきたいんですが、私、今ちょっとこれ気づいたんですけれど、私が今日持ってきたヒューマンライツナウのホームページから取ってきた、ヒューマンライツナウによる翻訳ですね、の77の B はどう書いてあるかというとですね、健康管理調査は年間1ミリシーベルト以上の全ての地域に居住する人々に対し実施されるべきであると書いてあるんですね。で、英語は私ちょっと苦手なんで岩田さんに読んでもらったと思うんですけど、全ての影響地域に住んでいる人々に健康調査は提供されるべきであるということでですね、つまりこれ意図的に誤訳されてるんですかね、つまり1ミリシーベルト以上の放射線量の避難区域の住民に対してということであれば、この避難区域の定義も曖昧ですけれど、避難区域という言葉は多分明確にはないと思いますけれど、政府指示による避難指示区域という意味で取るんであれば、そこに対して健康管理調査を行われているというのは確かに実施済みであると思うんですね。ですが、ここを括弧内の引用という形でグローバー勧告を引用してそれを実施済みと言っている根拠がそもそもおかしいんじゃないかと、その点も合わせてご回答いただきたいというのが1点目です。で、2点目がですね、その環境省の方で今やられている東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門会議と、で、ここで子ども被災者支援法の13条の対象について議論を進めているということなんですが、この委員の方がですね17名いらっしゃいますけれど、全員お医者さんですよね、あるいは研究者の方、お医者さんの研究者の方だと思うんですが、なんでここに当事者入ってないんですかね。で、グローバー勧告の骨子というのは、何回も繰り返し書かれていますけれど、被災当事者を政策決定に関与させるべきだと
ということが書いてあって、でこれはその政策決定の最終的な結論云々の話じゃなくて、その前の手続き論だと思うんですね。でこのメンバーを選ばれたのは担当参事官である桐生さんだと思うんですけれど、なぜこういった方々を選ばれて、なぜこういった方々以外が選ばれていないのか、特になぜ被災者の代表が入っていないのかという点についてご回答いただきたいと思います。はい、短くなんですが、桐生さんはなぜグローバーさんが1ミリシーベルトと言ったのかと今、反論されて、グローバーさんが明確にお答えになりました。ただですね、日本政府は ICRP などの国際各国を受け入れて、公衆の被曝限度を1ミリシーベルトとする、政策を今まで311の前も後も取ってきました。でそれはいくつかの、電離則などに盛り込まれていますし、今もってその原発の敷地境界線の、線量基準というのは1ミリシーベルトです。これは変わっていないはずです。ですからこういった、日本も採択している、1ミリシーベルトについて、桐生さんは把握されているんだと思うんですが、十分日本も現在、行っている、基準ではないかということをちょっと補足させていただきたいと思います。グローバーさんが先生が言われたですね、広島長崎の原爆の比例関係にある直線関係があるというのは、私の理解ではやはり1000ミリシーベルトとか数百ミリシーベルトという高い被曝をしたところについて確かに直線関係があるということで理解していて、それを下の方に引っ張っていったとき、どこまで直線関係があるかというところでは100ミリ、200ミリぐらいというふうに理解しております。まあ、いずれにしてもちょっとここはあの放射線のそういったところを議論するのが今日の場ではないので、さらっとさせていただきますけど、ご指摘いただきましたですね、勧告いただいた77の B ですかね、これについてですね、私は先ほど1ミリシーベルトというのがまずございましたけれども、その1ミリとする根拠については、はっきり私どもとしては理解できないというのが現状でございます。先ほど質問三田さん言われましたようにですね、計画被爆状況における公衆の線量限度というのが1ミリシーベルトということである、厳密には1ミリシーベルトとは書いてないですけれども、誘導すると1ミリシーベルトになるような基準が設定されているということは認識しております。でその上でやはりその1ミリシーベルトを設定した根拠となっている ICRP の勧告に、そもそもその現存被爆状況、計画被爆状況、緊急救治被爆状況と、そういう3つの被爆状況があって、それぞれに応じた適切な対策を講じることがをまずそもそも勧告してございますので、そういったものを踏まえた設定をするということが非常に重要なことではないかというふうに思っております。でその上で健康管理、健康調査というのはどういう線量やどういう基準で、必ずしも被爆線量だけに基づくものではない健康調査もあると思いますし、なので必ずしも線量だけでなく、いろいろな要因を考えながら設定する必要があると思っております。で線量もその上での線量も1ミリシーベルトがいいのか何ミリシーベルトがいいのかということもございますし、そういったことも含めて現在専門家会議で検討しているところでございます。で専門家会議についてはですね、私どもとしてはまずはやはり科学的なこと、医学的なことについてやはりきちんとした専門家の意見を聞いた上で考えていきたいというふうに思っておりまして、そういう意味で科学や医学の専門家、必ずしも全医者ではないですけれども、自然科学系の専門家といっても、自然科学系ですけれども専門家にお集まりいただいて検討しているところでございます。その中には福島にお住まいの専門家の先生も入れて検討していただいているところでございます。でそれとだからといってですね、地元のですね、福島県やその周りの県のですね、声を聞かないというわけではなくてですね、それについてはそういう声についてはですね、別途アブコベとかですね、そういったことを通じてですね、意見等については得ていきたいというふうにお伺いしたいというふうに思っているところでございます。そういうふうに考えているところでございます。まだ
か、ご意見などあると思いますけれども、じゃあそうすると最終的に言いますと、あれですか、82番の勧告等で、住民の声を聞いていくというプロセスは今後きちんと設けていただくということで、それはお約束いただいて、書き込みだけではなく、いろいろなヒアリングなども含めて、やっていっていただくということでよろしいですか。どういうやり方でということについては具体的には言えませんけれども、パブコメなどの一つの方法だと思いますし、何らかの形で声を聞く場ということは考えているところでございます。はい、今日は非常に議論になったと思うんですけど、まだ皆さん言いたいことたくさんありそう。どうします？どうしましょうか。ちょっと他の公約の件、公約の訂正は、はい、公約はよろしい、公約の件は訂正していただいてよろしいでしょうかね。これ多分オールアフェクティブエリアというのが、アフェクティブというのは影響を受けたエリアということで、外務省さんもいらっしゃるので聞いていただければいいと思うんですけれども、オールアフェクティブエリアというのが避難地域ではなく影響を受けた全てのエリアということなので、避難地域をだけではないという理解なんですが、大丈夫でしょうかね。そのこれはちょっとアフェクティブエリアのちょっと私はっきりあれですけれども、アフェクティブエリアをどう考えるかというところはあるかと思いますけれども、対象者について先ほど申し上げましたように、県民健康管理調査などでは必ずしも避難区域に限定しているわけでなく調査も実施しておりますし、その検査の調査の項目に応じて、先ほど申し上げたように血液検査については今避難区域の方を対象にしておりますけれども、甲状腺の超音波検査などは避難区域に限定しているわけではなくて、他の地域についても実施しております。福島県に限定でございますけれども、しているところでございます。で、福島県の以外の地域についてはですね、私どもが把握している範囲では、やはりそれぞれの福島県 の以外の県で行っている有識者会議などで特段の健康影響が認められるレベルではなくて、特段の健康調査も必要ないというような結論も出ておりますし、またアンスケアや WHO などでもですね、そういったそれに近い形の結果が出ておりますので、それを踏まえてですね、私ども環境省としても先ほど申し上げました専門家会議によってですね、検討していきたいというふうに考えています。すみません、ちょっと言ってみます。77の B を訳したのは環境省ですか、外務省ですか、どっちですか。誰ですか。桐生さんですか。通常は関係省庁と一緒に、主管の省庁と一緒に訳しておりますので、我々だけで訳すということはありません。内容的なものに関わるものについては主管の省庁さんのご了承を得て、訳を作っております。環境省だということで今受け取りました、はい。じゃあちょっとそこは直していただく方向で検討していただいていいですかね。理解したのかしら。一つだけすみません。この環境省の有識者会議のメンバーについては、今川田議員がいらっしゃいましたが、議連からも申し出をしております。で、この有識者会議は一体何を目指しているのか、傍聴していてもさっぱりわからないんですが、今のお話だと、この子ども被災者支援法第13条の第2項、第3項にも関わる、つまり、検診のその幅、つまり、第13条2項には一定の線量以上の地域の子どもたちは生涯にわたって検診が保障されるべき、あるいは第3項には医療費の減免について書かれていますが、それがこの有識者会議の、アウトプットとしてきちんと討議されて結論が出されるという理解でいいのかということについて、ちょっとすいません、もう一度お聞きしたいということ、それから今その桐生さんがアンスケアについて、言及されました。アンスケアについてはまだ、報告書が根拠のを示した報告書が公開されていないものと理解しています。で、根拠がない、サマリーのようなものが公開されていますが、ちょっと根拠が示されていないものをリファーしないでいただきたいということは申し上げたいです。で、さらにですね、低線量被曝の影響については本日の配布資料にも含めさせていただきましたが、ウクライナのナショナルレポート、政府の公式なレポートが出されています。
で、その中で甲状腺がん以外のさまざまな疾病についてもウクライナの政府としての、報告が出されているんですね。なぜ日本政府はこういった、報告がなかったかのように扱っているのか、チェルノブイリ原発事故後、政府が出した、地元の医師たちが出したこういったその、非常にこう深刻な健康影響というのを踏まえた上で、踏まえるべきだと思っているんですが、一度もその日本政府はアンスケアの根拠が公開されてないレポートはリファーしているんですが、このウクライナナショナルレポートはリファーしていません。そのことについても、私としては強い憤りを覚えています。ぜひこういったそのウクライナのレポートを真剣になって受け止めて、日本の今の現状に合わせて日本政府として真剣にこの有識者会議で議論していただきたいと思いますので、ぜひその辺はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと時間がかかって、ちょっと恐縮です。ご質問いただいたですね、専門家会議については、少し話が分かりにくいという、流れが分からないというご指摘がございましたけれども、基本的には子ども被災者支援法の基本方針の中の健康影響、健康への調査、影響調査とか医療の提供というテーマで話す、議論していただくために開かれた、開催している会議でございますけれども、その中身は大きく3つございまして、1つが被爆線量の評価とか把握とか、2点目が健康調査、3番目が、医療費減免等 の医療の在り方という大きく3つございます。でまだスタートしたばっかりなので、初めに被爆線量の評価というのをきちんと押さえる必要があるだろうということで、今 現在は被爆線量の評価についてやってございます。次回2月26日に第4回目がありますけれども、これも被爆線量の評価のまとめ的なことをやって、その上で、健康影響についての、検討というふうに順次進めていくところでございます。当然そういった健康調査や、医療費の減免に関しての検討というところについても、そこで今後進めていくところでございます。その中でその健康影響とか健康調査の ところではですね、今ご指摘のあったウクライナのですね、調査報告とかですね、そういったことも含めての検討になるとは思っております。以上です。